メンゼリンスクの文章、メンゼリンスク、または、ミンゼレは、ロシアのタタールスタン共和国北東部にある都市。鎌川の南側の支流であるメンゼリア川の岸に立つ。かつては、メンゼリア川と行く川の合流点が近くにあったが、1980年代以来、合流点は鎌川をせき止めたダム湖、ニジネカムスク湖に水没しており、メンゼリア川は直接ダム湖に注ぐ。 タタールスタンの首都火山からは東へ2 9 2トル同じくニジネカムスクコナンガンにあるナーベレジヌイエ、チェルヌイからは東へ5 0トルほど。メンゼリンスキー地区の行政中心地でもある。人口は2002年国勢調査で16,730人。メンゼリンスクのある場所には、12世紀のボルガブルガールの時代にはすでに集落があったとみられる。 メンゼリンスクは1584年から1586年にかけてメンゼラ川に面した要塞の集落として建てられ、川にちなんでメンゼリンスクと名付けられた。17世紀末には、ロシアツアー立国の東方の国境である鎌川を守る要塞として非常に重要であった。1781年には、死の地位を与えられ、ウファ県に属する軍の中心地となった。 メンゼリンスクには19世紀に遡る古い建物の他、1910年に建設されたモスクもある。また、歴史博物館や1941年にこの地を訪れたタタール人の詩人ムサジャリールを記念した博物館もある。町の主産業は食品工業と製材業である。周囲は農村地帯になっている。すぐ近くに メンゼリンスク空港があり、周囲の街への空の玄関となっている。ありがとうございます。